皆さんこんにちは。今回はですね、サッカー日本代表の、3センターバックですね、攻撃シフトの時の、3センターバックということでね、それを見ていきたいと思います。どういうことかと言いますとね、日本代表、左サイドから攻めた時にこうやって長友が、上に上がった時にね、吉田がね開いて、佐賀弘樹がねセンターバックに入ってきて、全体的に左側にスライドして、このね3センターバックを築くと、そういう感じですね。はい。で、さらに、攻め上がったときに、まあ、こういう感じでね、ちょっとこれはタイトすぎますけどね、はい。吉田、冨安、酒井宏樹と、この3人がね、3センターバックを築いて、長友がね、攻撃的に出るというね、はい、そういう感じのシステムになりますね。はい。こんな感じですかね。でですね、メンバーなんですけど、まあ、中島入れるとして、あとですね、この吉田と冨安、あと庄司がいますね。で、このね、能力値は反映されてないんですけど、この中で言うと、庄司がビルドアップ能力一番高いかなというね、非常にテクニックがあって万能なね、センターバックなので、これで組むなら、まあ、庄司をね、入れたいかなっていう印象はありますね。冨安も非常に身体能力高いですが、まだ経験値がね、少ないので、はい、現状では庄司の方が、よりね、万能だと思いますね。まあ、ただ、冨安非常に身体能力あってね、まあ、ディフェンスで安定するんで、その辺はね、使いようですね。はい。で、まあ、一応ね、こんな感じにしますか、とりあえず。はい。最初これでね、長友が、左から攻めるんですね。で、ちょっと中島インサイドハーフ気味に入ってもらって、まあ、遠藤、柴崎ですね。このね、吉田庄司、酒井宏樹に対して、遠藤、柴崎が、壁役ですね。いわゆる、ハイプレスをかわすときの、ポゼッションサッカーを、組んだときの、ボランチとしての壁役になってもらうというね。ただね、2人とも、まあ、特に柴崎ですね、ビルドアップ能力高いので、わざわざね、庄司からボール出さなくても、まあ、柴崎がボール持って前を向いて、よりね、前線にボールを、フィードするっていうね、そういう、戦い方あると思いますね。はい。とりあえずこれでね、一回動きを見ていきたいと思います。はい。相手はどこにしたか。どこですかね。はい。まあ相手によってね、戦い方だいぶ違うんですけどね。とりあえず、ハイプレスをかわす、ビルドアップの形を見たいと。相手コロンビアですね。はい。ここに、で、権田がいて、柴崎と。でね、庄司がここにいますね。はい。ここに3人固まってるんでフィードして。ちょっとフィード能力が。もうこのゲームね、庄司一番ビルドアップ能力あると言いましたが、設定値にはね、反映されてないんで、ちょっとその違いがね、ありますね。はい。大迫足元シュートですね。うん。はい。遠藤がここでボールカットして。まあ、これだとあまり、後ろで回す形が出てこないか。ちょっと一回後ろに下げますか。はい。で、ここにね、柴崎が戻ってますね、庄司。このね、5人で、まあ、コロンビアね、ハイプレスそこまできつくないので、回せちゃいますね、簡単に。これはちょっと、はい。丁寧に。いや、クアドラードが来てますね、こっち側まで。そうなってくるとね、はい。中島ここでフリーにもらえて、ボールキープできましたね。はい。これで攻め上がり完了ですね。うん。もう一回、回します。庄司がね、釜の底で今頑張ってくれてて、ただね、吉田と酒井宏樹が随分高いポジションを取ってるのがちょっと気になりますね。あれ、柴崎が下がっちゃってるな。まあね、このゲームのシステム上のね、動き方のダイナミズムっていうのは、もうね、規定でゲームの中に入っちゃってるんで、それこっちで設定できないんで、その差ですね、サルバクちょっと上がってますね、今。はい。やっぱりこの、で、ここに酒井宏樹がいると。サイドバックね、上がるようになって、ボランチが下がって、ビルドアップに加わるような、そういうね、作りになってますね。はい。ちょっと求めていた動きとは違いますね。今、非常にいいフィード出ましたね。柴崎ですか、でも。はい。南野から、1点取りますか。うん。酒井宏樹のシュートと。はい、いいですね。こっち回せるかな？あ、ダメだ。はい。0-0 ですね。まあ、もうちょっと、どうせならね、上にしますか。はい。
今度はこれならね、ここちょっと上に上がっちゃうんですけど、中央に寄せれば上がることはないと思うんで、柴崎をね、真ん中寄りにして、はい、これで見たいと思います。やばい。はい、庄司のディフェンスから、中央に送ってね、はい。これで、金テロですね。非常にね、創造性のあって、ミドルシュートを持ってる選手ですね。はい、堂安のシュートで入らずと。まあね、これはもう見慣れた形ですね、こっちは。非常にディフェンスライン高くなるんで、中盤のプレスが効いてね、圧勝の形作れますね。はい。酒井宏樹が対応してますね。まあ、この辺の対応はね、本当にそつがないですね、酒井宏樹も。申し分のない、能力持ってると思いますね。本当に偽サイドバックという感じで、はい、中央でも、何の不安もないプレーができるかと思いますね。はい。堂安から、これ一回落としてね。あ、ちょっと無理ですね。はい。頼む。ウリビエですね、これ。コロンビアね。まあ、センターバックがちょっとね、ディフェンス能力優れてるかなっていう、そういう印象は受けますけどね。ミッドフィルダーに関してはそこまで、まあ、手堅いね、ディフェンスは、ないかもしれませんね、もしかしたら。はい。斜めに出して、キャッチングと。これは無得点に終わるのかな?やばい。はい、酒井宏樹が対応します。はい。ここで一回落として、ドアンからクロスで、南の狙いますね。はい、落としから、残念。やっぱりね、遠藤と柴崎の存在がだいぶ大きいですね、これ。ちゃんと、中盤でボールカットしてくるんで、はい。もう一試合ぐらいね、行きたいと思います。まあ今あんま攻められてないですけどね、やっぱり、酒井宏樹ね、高さもあって、縦へのスプリントもサイドバックなので、持ってるということでね、はい。十分に機能するかと思いますね。もう一回下げるか。はい。フィードは、まあ、吉田の方がうまいんですね、やっぱり。まあいいや、はい。あ、ダメだ。はい。これでね、見たいと思います。やっぱりね、柴崎、遠藤がしっかりしてるんで、不安がないですね、あんまり。ただね、サイドバック設定すると、さっきもね、だいぶ上に上がっちゃったんでね、あれだと、ハイプレスをかわす意味にはなってないですね。はい。はい、ここにね、吉田がいます。サイド空いてるな。大迫が開いてくれて、中島がインサイドハーフですね。はい、このね、サイドのスペース常にベルギーは空いてる印象がありますね。あとね、大迫のところも、プレスきつくないんで、はい、クルトワのディフェンスですね。はい、ここも庄司がね、安定したプレー見せてるんで。うん。はい、柴崎から、エンド当たると。やっぱりね、この3人がだいぶ下がってますね。サイドバック上がっちゃうんですね、これ。うん。はい。ああ。まあね、柴崎エンドのフォローが素晴らしいので、はい、余裕で守れますね。はい、酒井宏樹ここにいます。攻撃に関してはね、酒井のサイドから攻めることもあると思うんで、まあ、その時はね、もう長友がスライドするしかないですね。ただ長友ね、センターバックではさすがに不安なのでね、その難しさがありますね。特にファーには据えられないので、はい、堂安から、いや、強い。はい。長友と、ちょっとね、パスが繋がらないですね。やっぱりね、ビルドアップに大迫が入っちゃってるんで、つなぎの段階でね、前に、前線にフォワード1枚減ってるんで、はい、フォワードで、ね、引いて戻ってくると、そのデメリットもありますね。はい、前に数が足りなくなると。
特に大迫に関しては前線で脅威を発揮する選手なんで、できるだけね、前に残ってもらいたいですね。やばい。はい。これはもうし、障子が行くしかない。はい。0-0ですね。もう一回ね、上に上げて、よりね、いい環境を作りたいと思います。はい。はい、ベルギーに破壊的な攻撃力持ってますけどね。まあ、右サイドだけ注意しておけば、左はそこまでなんで、ただね、右は本当に怖いですね。で、中央にね、ルカクが、備わってるっていうのもね、吉田も、でもね、競り負けちゃうんで、はい、その、サイドも強くて、中央にも、大柄の、ルカクがいるっていうのがね、強さの秘密ですね。はい、メルテンスのボールを奪えない。はい、ただね、5枚やっぱ残ってるんで、これは守れるでしょうね。はい、大迫から。はい、ボールが繋がんない。強い。はい、ドアのクロスに大迫のヘディングですね。ただコンパニがね、ちょっと硬いんで。はい、クロス。いや、頼む。はい、吉田が対応しますね、ここ。庄司が行きます。ちょっとボール長すぎますね。はい、やばい。はい、ここに佐賀ひるきで、まあ佐賀ひるきにドリブルもできるんで、こうやってね、ビルドアップのドリブルして、右に流れてドアにつなぐっていうね、形もあるかもしれませんね。はい。コンパニーに全部弾かれてる。はい。やっぱりね、コンパニーが、非常にね、世界トップクラスのセンターバックとして君臨してますね。大迫でもなかなか競り勝てないと。はい。縦行ってね、中入って、堂安の得意のシュートですね。いや。1-0 ですか。まあ、というわけでね、佐賀ひろきのディフェンスの安定感をね、十分見れたと思いますね。あと、やっぱり、前に持ち出す動きですね。はい。それも佐賀、持ってるんで、まあ、開いても当然ね、プレイできますし、上にも持ち出せるということでね。あと、まあ、キックもね、非常に上手い選手なんで、フィードも、信頼できるところあると思いますね。ただ、まあ、ここまでね、中に絞ることないかなっていうね。逆にね、サイドに開いて、こっからね、ロングフィード、まあ、こっちまで届かないですけどね、ガンガン、さばいていくっていうね、そういう方が、堺の良さもより生きるかもしれないですね。はい。まあ、そんなわけでね、今回は堺弘樹を加えた、日本側のね、左から攻めた時の攻撃スライドの、一環としてのね、3センターバック、見ていきました。これね、十分あると思います。ただね、逆、こっちになった時ですね、はい。まあ、当然、左から攻めるってことは、右から攻めることもね、一試合の中で何回かやんなきゃいけないと思うんですけど、その時に、長友がここに入ると、ちょっと不安が残るということでね、まあ、遠藤が流れてきて、長友中盤をサポートするみたいな、そういう方がいいかもしれませんが、ちょっとね、これだとやっぱり安定感をね、欠きますね。フォーメーションね、攻撃とディフェンス、で、だいぶ形変わるのは常なんですけれども、あまりね、入れ替えが激しいと、ディフェンスの時の混乱をね、招きますね。はい。エンド最終ラインに吸収させる動きにしても、そこは長友がね、カバーリング連動して、二人同時に、あるいはね、これなら三人同時ぐらいに、動く必要出てきますから、そうなると、まあ、守備のマークがずれたりとかね、ゾーンがはっきりしなかったりとか、そういうことがね、出てきちゃうかもしれませんね。はい。というわけで、やっぱりね、攻めるなら、日本は左からね、このシステムなら、そっちの方がいいと思いますね。というわけで、はい。今回はね、これぐらいにして、また次回ね、サッカー日本代表を使って、新たな形やっていきたいと思います。それでは失礼します。